カタリン・モロサヌは、ルーマニア出身のキックボクサー。ローカルコンバットチーム所属。小柄でスキンヘッド、対戦相手にぶつかっていくようなファイトスタイルが特徴。尊敬するファイターは、ボブ・サップという異例のキックボクサー。2007年5月4日、K1 ルーマニア大会にて、ステファン・レコに判定負け。2007年11月3日、 ルーマニアの格闘技イベント、ローカルコンバットにて、セルゲイ・グールに判定勝ち。2008年2月9日、K1 ハンガリー大会で、エルハン・デニスに延長判定勝ち。2008年7月13日、K1 ワールド GP2008 インタ一平の、スーパーファイトで沢屋式順一と対戦し、1RKO 勝ち。2009年9月26日、 K1 ワールド GP2009 インソルファイナル16のワンマッチで金安イト対戦。1R 終了10秒前の合図を終了の合図と勘違いし気を抜いたところに金から右フックを受け終了後に攻撃されたものと勘違いし金に反撃したところラウンド終了後にパンチが当たり金がダウンしてしまったため恋の悪質な反則による反則負けとなった。 ありがとうございます。